奈良又川は、群馬県利根郡み上町を流れる川で、利根川水系の一級河川。み上町にそびえる赤倉岳及び、鈴が岳の南面を水源とし、南へと流れ、利根川に合流する。延長 15km、流域面積111.9平方キロメートル、そのすべてが、み上町に属する。流路の途中には、 水資源機構の奈良股ダムがあり、また利根川の合流点は、ホラモト湖と呼ばれる人造湖である。ホラモト湖は、東京電力の発電用ダムである砂海ダムによって形成される人造湖であり、その湖名は、ホラモトの滝にちなむ。奈良股ダム地点における計画降水流量を三百七十リッター、片メートル毎秒とし、うち三百六十リッター片メートル毎秒を、 奈良又ダムにて洪水調節を行う。また、他の利根川上流ダム群と連携して、利根川の流水の正常な機能の維持を図る。多目的ダムである奈良又ダムでは、群馬県企業局による水力発電が行われており、奈良又発電所にて最大 12,800kW の電力を発生する。また、利根川への合流点である須田海ダムでは、 東京電力の須田外発電所にて最大 46,200kW の電力を発生するほか、同社の用水発電所、八木沢発電所の会計としても利用され、上池、八木沢ダムとの間で水を往来させ、最大24万 kW の電力を発生する。ありがとうございます。